presents フードトリップマイヤージャパン代表ジェイソン・クイーン。これは使う人のことを一番に考えたものづくりを理念に持つ彼がマイヤーの調理器具を愛用するシェフのもとへ旅をするドキュメンタリームービー。第1回目の今回は静かな海の町にあるとあるゲストハウスへと旅をする。九州福岡の最西端にある海と山に囲まれた小さな町糸島。最寄りの停留所には一日にほんのわずかなバスが止まるのみの静かな海町にゲストハウス、スリービューハウスはある。1階と2階合わせて全5部屋のミニマムな宿泊施設にはカフェ、レストラン、セレクトショップが併設し、季節の移ろいや時間の経過、天候の変化一つさえもじっくり味わえる空間がゲストを迎えてくれる。宿泊者だけが利用することのできるラウンジスペースには、コンセプトに合わせてセレクトされた国内外の家具と本が並び、自由に使うことのできる帽子やブランケットを手に、すぐそばの林道を抜け歩いて海まで行くこともできる。誰かに手紙を書いたり、本を読んだり、さらに言えば何もしない時間をここで過ごし、緩やかな時の流れを楽しんでほしい。そんな思いから客室にはテレビが設置されていない。壁に大きく開いた窓には草原と海、夜になれば無数の星々の散る夜空が一面に広がる。そして海からかすかに届く波の音に包まれながら眠りにつくことができるのだ。玄界灘に面したこの町では鮮度を落とすことなく良質な海産物が手に入る。そしてセフリ山脈を背に広がる田畑では農業も盛んだ。スリービーハウスはこの恵まれた土地の中で自家製パンに使用する小麦粉をはじめ、地元農業者の野菜や魚、乳製品などの地元産の食材を積極的にメニューへと落とし込んでいる。地産地消の理念に基づいた食材選びを大切にしながら、地元生産者とゲストをつなぐ重要な役割も担っているのだ。生産者との距離の近さも糸島という土地の特徴でもある。誰がどのような思いで育てた野菜なのかを知った上で食べてもらうこともスリービューハウスが大切にしていることの一つだ。
2017年のオープン以来、今日まで 3B ハウスのキッチンではマイヤーのアイテムが調理の現場を支えてきている。サイズ別に揃えられたエスタンシリーズは、天候によって日々移り変わる食材の旬を逃さないよう小回りよく調理に対応。メインで調理場に立つ谷口シェフは、年間通して使わない日はないが、毎日使い続ける中でガタつきもなく汚れもつきにくい持ち手の曲線のデザインや佇まいの良さは、使いやすさに長けているだけでなく、来店されたお客様の目も楽しませてくれていると。その耐久性とメンテナンスのしやすさ、デザイン性の高さに太鼓判を押す。朝、2日以上連泊して滞在する宿泊者だけが食べることのできる朝食メニューがある。パンケーキだ。メレンゲをベースに焼き上げる工程では、マイヤーのマキシムシリーズのフライパンが一役買っている。東京を離れ、日常から抜け出し過ごした糸島での時間も間もなく終盤。夢のように過ぎ、とどめておくことのできない儚さも、時間の美しさなのかもしれない。旅の最後に立ち寄ったのは、福岡市内にある 3B ハウスの系列ショップ、 3B&。 業務用に作られた食器や調理器具類を中心に、食品や本など食に関わるものが揃えられている。ここに並んでいるアイテムの中には、 3B ハウスで使用されているものも多い。使い方やどう楽しめるのかまでを、実際に 3B ハウスで見てもらうことで、物を売るだけでなく、届けた先までの責任を果たしている。九州、福岡の糸島から始まったジェイソンの旅。マイヤーの調理器具を愛用するシェフを訪ねて、また次の土地へと彼の旅路はつながっていく。